ナンバママ、悲願の日本一に、お気持ち表明。2連敗からの3連勝で王手をかけていた DeNA が、ソフトバンクに快勝して4連勝で、1998年以来26年ぶりとなる日本一を決めた。レギュラーシーズン3位から日本一になるのは2010年のロッテ以来14年ぶり2球団目で、セリーグ球団では史上初の快挙となった。ナンバトモコーナーは、おかげさまでございます。生きててよかったなと思いました。横浜、神奈川、全国の横浜 DeNA、ベイスターズファンに恩返しが少しできたかなという気持ちで、それが一番嬉しかったですと感激していた。ナンバオーナー、本当に素敵な人ですね。品格があるし笑顔が綺麗。来年こそはリーグ優勝して日本一になってくれよ。少しどころじゃないんじゃないですか。今シーズンこのような結末になるとは。 DeNA の株たくさん買います。ありがとうございます。オーナーも胴上げしてあげればよかったのに。楽しい日本シリーズでした。生きててよかった。いやそれ SMBC の CM やん。ねえオーナーだと思う。 DeNA になってから年々良くなり、今日の日本一にたどり着いたわけだし、楽天のオーナーみたいな球団だったら今頃 B クラスだっただろうし、リーグ3位からの日本一に不満がある人もいるみたいだけど、ナンバオーナーは日本一のプロ野球オーナーだと思う。おじ母ことナンバオーナー、来年こそはリーグ優勝を果たした上での完全勝利の日本一を実現しましょう。どんだけ金があっても、オーナーの意識次第で強さは変わる。ロサンゼルスにある2つの球団を見比べたらわかるはず。オーナーの思い、球団、本拠地横浜、そしてファンの思いが一体となっている。素晴らしい。弱いチームを強いチームにした根源はオーナーの力があってのものでもあるので本当に感謝。ナンバさん本当にありがとう。オーナーでありベイスターズファンでもある最高のオーナーです。